DJ リナです。よろしくお願いします。ナイキの方はマックスのフュリオサで先週買いました。エアマックスの新作なので結構気にはなってたのと、ソールの厚みがあるのでやっぱり歩きやすさだったりとか、そこまでこう派手ではないので、これもパンツスタイルとかスカートスタイルでシンプルにも合わせられますし、柄物とも合わせやすいかなと、可愛いなと思ってたのでこのナイキの方も持ってきました。アディダスの方はキャンバスですね。スウェードのこのヒョウ柄の部分です。結構ヒョウ柄は私年がら年中夏、あとは秋とかでも小物で取り入れることが多いので、結構今回は、スニーカーのこの柄で取り入れました。高さもないのでこれは結構スラックスのパンツとかと合わせることが多いです。今日はアグのスニーカーを、選びました。これは CA ってモデルなんですけど、厚みがあるスニーカーなんですけど、グレーなのでちょっと、まあ、軽めにも見えますし、このスカートに合わせたかったので、ベージュとかが入ってるカラーもあるのでこのスニーカー選びました。そうですね、もともとサンダル、あのパワーサンダルも何点か持ってたんですけど、スニーカーは今まで持ってなくてですね、でもなんかこう最近スニーカーが多くリリースされてたので結構気にはなって、で実際に履いてみたら綺麗めにも可愛い感じにも合わせられますし、何よりすごく軽くて歩きやすいので可愛いなと思って買いました。好きなデザインの傾向みたいなのありますか？そうですね、やっぱりどっちかというとカラフルよりかは、合わせやすさで、グレー、ブラック、あとはブラックの中にこういう例えばレオパード柄とか差し柄が入ってたりとか、あとはベージュのスニーカーとかが多いです。基本的に服が白ベースだったりとか、黒ベースが多いのでスニーカーは合わせやすさで買う方が多いです。私の場合はやっぱりその DJ で移動距離が多かったりとか、海外に行くことが多かったりとか、あとはずっと立ちっぱなしなので、どちらかというと DJ の現場っていうのは下はスニーカーの方が多いです。ブースで足元が特別見えるわけでもないので、こう DJ が終わった後フロアに出た時にちゃんと見てもらえるような感じでこうスニーカーはチョイスします。あとはやっぱりこういいスニーカーを履いてるとそれが話題になるというか、お客さん同士でも話題になったりとか、同じ DJ 同士でもなんか今日の靴かわいいねから始まったりするので、コーディネートの中の一つとしてちゃんと選ぶようにはしてます。普段、DJ の他にも、DJ のスクールの講師もやっております。代々木にあるネクスタイルという、スクールと、あとはパイオニア DJ の公式スクール、あとは自分の方でもオンラインスクールをやってます。毎週火曜日に、アベマ TV のヒップホップチャンネルのアベマミックスという番組でも DJ をしてます。